ゆなちゃんといえばりんの専属モデル、専属モデルに昇格しましたね。おめでとうございます。騒ぎましたね。もう発表された時ね、めっちゃ嬉しくて感動しちゃったもん。で今回はおめでとうって、まあ、言葉では言ったんですけど、うん、もうちょっと形にして表したいなみたいな思ったので、うん、今回はゆなちゃんにサプライズで、うん、ケーキを作りたいと思います。ね、今ちょっと打ち合わせみたいな感じで行ってるので、うんね、その間にね、その間にちゃちゃちゃいきたいと思います。レッツゴー。材料紹介をしていきます。まずじゃん、スポンジケーキ、上にトッピングするいちごです。おいしそう、はい、ホイップクリームです、うん、これもなきゃね、なきゃない、そう、あとは、まあ、包丁だったり、まな板だったり、ボールだったり、お皿とかを使っていきます、うん、スポンジを開けます。おお、うん、こんな感じでね、スポンジケーキを出しましたのでね、デコレーションをねしていきたいと思います。じゃあホイップクリームをね、そう、2人でいきます。うん、で、みなみちゃんはいちごを切る係。あ、で、なんかめっちゃいい感じじゃない。じゃあね、いちごを乗っけたいと思います。おいしそう。え、やばい、なんかさ、クレープの匂いしてきた。クレープの匂いしない？そう、しない、しない。いちごが、ほら、わかるね。もう一回ね、この上にホイップをね、つけていきます。ピー、では、おきみつを半分。はい。え、ねえ、絶対かわいいよ、これ。やば。横をね、今からクリームを塗っていきます。ピソー。もう食べたい。あ、後でみんなで食べましょう。こんな感じに全体にクリームが塗れたので、ここからがめっちゃ楽しいですね。ホイップをこう、チュン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 ってやったり、いちごをかわいく乗せたり、うんうん、デコレーションしていきましょう。コーティングがうますぎてもう見えてないんですよ。お皿と一緒みたいな。お皿と一緒のね、綺麗さっていうことに。じゃあいちごを乗っけていきます。なんか赤が映えそうだね。でかっ、でかい、結構大きかったね。あ、なんなん、はい、これを、え、なんかさ、え、売ってる、そう、売ってそう、ちょっとセンスの、センスある、え、うまくない、え、上手。完成しました。めっちゃ上手にできたよ、うん、え、本当にマジで打てそう。楽しみだね、反応とかね。え、こんなにうまくいくとは思わなかった。そう、なんか最初どうなることか思ってたけど。そう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 、めっちゃ楽しみなんだけど、どんな反応するの。あー、楽しみ、楽しみ。ゆなちゃんが来るまで待っていきたいと思います。楽しみ、早く来て。ということで、このチョコプレート、ミニオンのチョコプレートにおめでとうって書きたいと思います。むずっ、チーかいチー、あ、わかるわかるわかる、大丈夫、ゆなちゃんなら読めるはず。今まで書いて。ピッピッピッ。よし、かわいい。いいじゃん。手作り感。うん、なんかメルプチっぽいから。かわいい。綺麗よりね。こっちの方が、ね、そう、かわいいからいいんですよ。愛情こもってるから。そう。うん、マック行ったの？ずるいよ。ちょっと待ってて。なんかリップ借りよう。
張ってください。頑張ってください。それはどんなすごかった今。嬉しい。じゃあ今からみんなで食べましょう。食べよう。せーの、いただきます。チョコ4等分しようよ。イナちゃんのベタベタなら私好き好きいいですよ、ありがとうございますやっぱ手作りってうまいうんうんうまい100点ですね、これは300点です。やったー、ごちそうさまでした。プレゼントみんなびっくりした。よかった、成功して。どうでしたか？なんかでもさ普通にさリップ塗ってた時にさバーみたいなあってからすごいびっくりした。なんかめっちゃ鳥肌立ったもん。ゆなもう何のケーキと思って、あなんか動画で掴んだなって思ったけど、なんかバーンみたいななったから、美味しかった、美味しかったし喜んでくれてよかったです。頑張ります、もっと。めっちゃ応援してます。そうなんかさ、こう近くにいるからなんかすごい頑張ってるのがもっと見えたみたいな感じだから、めっちゃね応援してました。なんだろう、なんか昇格になった時にみんななんか ツイッターに書いてくれたりとか、なんか、ね、連絡してきたりとかしてくれて可愛いなって思って。ねえ。可愛い妹たち。妹たち。私お姉ちゃん。私もうお母さんです。は、私。お母さん。おばあちゃんなんだけど。はい、ということで今日の動画を見てくれて、ありがとうございました。また次回の動画で。Oh!